超でかい。食べられるキノコ。お、久しぶりのキノコ。このキノコはどんなキノコなんですか？このキノコはオイチョウタケ。ハラタケ目、キシメジ科に属するキノコで、見ての通り超でかいです。えやば、手のひら以上ってマジか。傘の大きさは7センチぐらいから25センチくらいまで大きくなるらしい。振り幅すごいですね。それな。そしてこのキノコ、実は、食べられます。マジで？可食部多そう。ちなみにどんな料理になるんですか？炒め物やシチュー、炊き込みご飯にしても美味しいらしい。まあ僕は食えんがな。ただ食べられると言っても、似てる毒キノコ食べて体壊した人もいたから気をつけないとね。え、毒キノコあるんですか？らしい。ただそれがどのキノコかわからんかった。だから食べたい人は売ってるのを食べるか、詳しい人に頼むのがいいと思う。ということで今回はここまで。バイ。